いやー、早くも今期、マジでやばいアニメが、とんでもない作品が来てしまったというわけで、今回は、もう早くも今期2022年夏アニメ、クソアニメ爆誕と、もうマジでやべえぞと、もうね、常軌を逸した、もうすべてを覆している もう凄まじい作品が放送されましたね。ぜひ皆さん、一度見ていただけたらなと。まあ、確実に実況向きだし、ハマる人はね、もう、ある意味めっちゃおもろいかもしれないっていう、こうね、まあ、クソアニメマスターの方はもうぜひということで、紹介していきたいと思います。作品名言ってからネタバレありでね、この作品にヤバさを伝えるべく話していこうと思ってますんで、まあね、ぜひ、まあ、多分あんま見てない方が多いというか、そもそも知らなかった、この作品放送あったんだって方もいらっしゃると思うんで、まあ、ぜひね、この作品に関しては、D アニメストア、U-NEXT アニメ4ですでに配信が始まってますんでね、見ていただけたらというとこで、入っていきたいと思います。皆さん、何だと思いますか？作品名、まあ、紹介していきたいと思います。作品名が、こちらです。ということで。エクストリームハーツというか、クソアニメです。いや、もう私もすでに1話切りを検討しているんですが、まあ、本当、クソアニメ好きにはたまらんというか、もう実況民はもうめちゃくちゃ盛り上がってたかな、すでに っていう、もう溢れ出るやばさ。じゃ、どんぐらいやばいのか、まあ、ここはまだネタバレなしで話していきますけど、どんぐらいやばいのかっていうと、本当、エクスアームですとか、もうテスラノーズといったもう大先輩の匹敵するレベルです。もうこれに関して作画もそうだし、もうストーリーがもうね、本当もうぶっ壊れてる まあテニスの再来、まあテニスの王子様再来みたいなこと言われてますけど、本当まあそういう感じも含んでるし、もうシナリオも意味わからんというか、もうこれ狙ってやってるよねみたいなぐらいの、本当、やばさです。でも僕なんか、動画取り上げるつもりなかった。PV 見た時点で結構やばそうだな。なんかすごいやばい作品だなと思ってたんですけど、想像を超えてて、しかも結構主題歌とかいいっていうね。それがそれでまた面白いんだけど、っていうところで、なんかプラオレとかなんかああいうのにもちょっと若干似てるかもしれないし、なんか令和のダイナミックコードとかすでにね、もう名だたるクソアニメのね、異名をもうなんかもらってる感じもしましたけれども、これ、伸びていくかもしれないですね。もうすごすぎちゃって。で、1話の幕エピソードを描いたサイドストーリーとかも、D アニメとか YouTube でも上がってましたけど、まあ、それは僕、あんま見てないですけど、それはまたね、ゲームの絵でしなりなんか、ナレーションが流れるみたいな、まあ、それもそれでやばいんですけど、アニメーションもすごいというこうね、今回それについて話していきたいと思います。はい。まあ、気になったらぜひね、まず見ていただいてから、ここからまたね、戻ってきていただいて、見ていただけたら大変嬉しいです。ということで、まあ、どんな作品かっていうと、まあ、エクストリームハーツ、まあ、ハイパースポーツっていうのをやるんですよね、主人公たちが。もともと、なんか歌手として、プロの歌手として活動してた主人公が、契約をもう解除されてしまうみたいな、結構エグいところから始まるんですけど、で、なんかよくわからんけど、いきなりスポーツの大会、歌手がいきなりスポーツの大会に誘われるわけです。もうその時点でも意味わからんんだけれども、そこから、なんか最新技術を駆使したサポートアイテム、エクストリームギアって、なんか身体能力を飛躍的にアップさせますみたいな、なんかそういうなんかとんでもないギアをつけて、もう、一試合ごとに異なるスポーツで勝ち抜いていくっていう、わけのわからん大会を、まあ、やっていくっていうのは、まあ、もうこの関さん、秋 の、まあ、まずあらすじで、まあ、例えばサッカー、バスケ、もう野球も何でもあるんですよ。何でもやるんですよ、多分 っていう大会で、やっていくっていうのは、まあ、そもそものシナリオです。で、まあ、本当、まずこれだけでもやばそうな感じで伝わると思うんですけど、そっからがさらにやばくて、まあ、ここらまでネタバレも含めて話していきたいと思うんですけど、まず、制作会社。どっかって言いますと、セブンアークスというとこで、まあ、ここは正直僕も全然いい印象なくて、魔法少女リリカルなのがシリーズですとか、まあ、とにかく可愛い、ブルーピリオド、まあ、ブルーピリオド作画微妙とか、まあ、かなり言われてました。トニカはマジ作画崩壊してましたからね。で、今回に関してもなんか作画なんか崩壊っていうか、なんかもうカクカクしてるんですね、動きが。で、まあ、スポーツもですから当然動きが出てくるわけなんだけど、なんかもう話の性質上、そのエクストリームギアっていうのはそもそも瞬間移動みたいな、勢いで動けるものだから、もうわけわからん。なんか、まず画面がまあ、もうわちゃわちゃしてますわね。もうとんでもなく。っていう作品で。で、制作陣が、これまたね、これ豪華なんですよ。都築雅樹先生って言って、魔王少女リリカルなのはってね、2004年とかからな、もう、まあ、全部で第5シリーズぐらいあったと思うんですけど、僕そのしっかり見れてるわけじゃないんだけど、で、こちらはもう第2作品のシリーズ原作者の方が原作脚本を務める完全新作オリジナルアニメはこのエクストリームハーツというところで、まあ、これだけ聞いたら、お、これおもろいかもしんねえなと思うかもしんないですけど、まあ、PV を見て全然まあそのヤバさ伝わってきますわ。で、まあ本当、なんかまあ結構リリカルなのは僕しっかり見てるわけじゃないからあれだけれども、なんかその感じをこう、ね、この題材に落とし込んだらこうなるだろうみたいな。で、しかもなんかライブシーンとかもあるらしく、まあ1話ではあんま出てこなかったんですけど、ね、ほぼでもエンディングぐらいかな、いうところで。
だったんですけど、うん、やばかったです。はい。で、まあ、ここからちょっとネタバレありでね、どこがやばかったのかって、まあ、より詳しく話していけたらと思うんですけど、まあ、まず、その音楽をやってた主人公が、まあ、いきなりその、スポーツになんかまあ勧誘されて挑むと。で、あの、まあ、主人公ってなんかその走るのが早いぐらいしかないんだけど、なんか1ヶ月ぐらい練習して、だんだん、あの、その、エクストリームハーツが上手くなっていくみたいな感じの話で、まあ、結構なんかね、もう詰め込みがやばいです。まず、まあ、話のなんかあの、何、異様なテンポがないですというか、あの、もう、とりあえず感動となんか勢いをなんか全部詰め込んだみたいな、結構その個別エピソードみたいなの出てくる、過去回想みたいなの出てくるんですけど、もうなんか普通のアニメが3話ぐらいかけてとりあえず1話でやってる、まあ、まあその時点ですごいですし、あの歌手がもうスポーツをね、あの目指すということ、そのしかもそのハイパー何スポーツの大会もそのエクストリームハーツというのも挑んでいく、これがまずそのスポーツがやばいというのがまずまあまあここに重要というかまあ大きな点ではあるんですけれども、さらにやばいところがあって、なんかいきなりなんかあの練習用ロボットみたいなのが登場するんですなんかいきなりロボットが登場して、最初主人公一人とロボット全員でなんか大会に挑むみたいな感じで、わけわからない、いきなりなんかロボットが参戦してくるわけですよね。うん。で、その上で最後がめちゃくちゃ面白くて、主人公と一緒にまあ練習したりとか、なんか相談とかをね、受けてその幼馴染キャラとか、その後輩ちゃんキャラみたいなのがいるんですけど、それ観客ですけど、マジこめちゃネタバレなんで、こっち行くからね。観客席で応援してるんですけど、最後、いきなりなんか乱入するんですよ。乱入っていうか、いつの間にか試合になんかユニフォーム着て、じゃもう5秒ぐらい前まで、その、なんていうの、観戦して応援してた、頑張れとか言ってた、キャラたちが、もういつの間にか参戦して、頑張るぞみたいな、みたいな。一緒に頑張る、勝つぞみたいな。はいみたいな。もうここ僕、もうさすがに吹き出しちゃって、何どうしたみたいな。いや、多分、まあ、主に補欠登録とかしてたと思うんですよ。まあ、でもなんかさすがに話の流れ的に1回目は負けて、まあ、次頑張っていくのかと思うじゃないですか。そこで途中参戦するみたいな。で、なんか、フットサルなんかな。でもなんか、点数差が結構バグってて、逆転するのがよくわからんけど。もう、とりあえずやべえアニメだったなというのが本当に、ただ印象で、まあ、これぞクソアニメと。もうクソアニメ好きにはたまらん。うん。ほんともうすべての要素を詰め込んだ。ほんとだからエクストリーム、そのまあハイパースポーツということで、なんかその、まあ何、スポーツとしてもなんか異次元ですよ。もう何か意味わからんプレイがそれ連発していきますし、まあテンポ感もなんか異様な速さ。ですし、もうこれでライブシーンがしっかり出てきてないからまだあれだけど、勝つとなんかイベントステージ歌を披露したり、なんかね、試合で勝ちたいんだけど、なんかそれで歌いたいみたいな、なんか意味わからんけど、なんか全部が繋がってないですよね、微妙に。微妙にってか大きく繋がってないのかな。うん、作画に関しても、シナリオに関しても、まあ、演出面に関しても、うん、もうすべてに突っ込みどころがある、まあ、すごいアニメだったなというところでした。まあ、気になった方はね、まあ、ぜひ1話見ていただいて、1話見ていただいて面白いと思った方は2話以降見ていただくのがいいんじゃないかなと。まあ、私はもう1話でもお腹いっぱい感があるので、もしかしたらまあ見るかもしれないですけど、まあ、ひとまずもういいかなっていうところですけれどもね。で、これはまあ1話はぜひ見ていただいて、あ今の時代にもこんなやばいアニメが。やっぱ前期がね、まあ、正直平均値めちゃくちゃ高かったですから、クソアニメみたいになかったと思うんですよね。僕の中で正直なくて。だからこそよりなんか衝撃をすごい受けた。うやべえ、久しぶりにこんなやばいアニメ見たっていうのは印象にありましたし、本当なんか、まあ、X アームとかテスラノート特にそうだけど、まあ、作画やばいけど別にシナリオ崩壊してるわけじゃなくて、うん、で、X アームもまあシナリオ崩壊って言われてるけど、この先に比べたらっていうところで、まあ、まず大、ほんとなんか、うん。やべえアニメでした。はい。もうとんでもなさはまあ十分伝わったと思いますね。まあ、あとはぜひ皆さん、ね、思ったこととかあったらコメント欄の感想とか、ね、いただけたらと思います。見てない方はね、まあ、D アニメストアとかで配信ありまして、地上波は東京 MX と BS11 かな。まあ、すでにあの、第1話目の放送は終わっちゃってますけれどもね。まあ、一見の価値は間違いなくあると思ってますね。まあ、今後、また、まあ、大いに話題になっていくかもしれないし、まあ、何も話題にならずに終わるのかもしれないですけど、まあ、ひとまず多分ね、すでに結構、見た人を話題にしてるのかなって印象はありますけれどもね。まあ、これを機に、気になった方、ぜひ、見てみていただけると嬉しいなと思いました。本当、まさしく、エクストリームなね、アニメだったなと。すごかったなと。はい。という、こうね、今回の、感想動画、そして紹介動画は以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひですね、この動画いいと思った方、チャンネル登録、高評価の方もしてください。嬉しいです。はい。ということで、今回の動画は締めたいと思いますね。ここまで見てくださった皆さんご視聴いただきありがとうございました。